2017年、女子学院中学の入試で出された問題です。制限時間60秒。時間内の正解を目指しましょう。では、スタート。問題。右の図の円の半径は 4cm で、円周を12等分する点を取りました。色をつけた部分の面積は何平方センチですか？ただし、円周率は 3.14 とします。解けましたか？もう少し考えたい方は、一時停止してくださいね。では正解です。計算しやすいように、図のように分けてみます。水色の扇形を合わせてみると、半径4センチの半円になりますね。次に、黄色の三角形を合わせると、一辺が4センチの正方形になります。ということは、半円と正方形の面積を足せばいいですね。それぞれを計算すると、正解は 41.12 平方センチとなります。解けた。という方は、コメント欄で教えてくださいね。最後までご覧いただき、ありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。